東京都知事の定例会見を始めます。舛添知事、よろしくお願いします。はい。どのマイクを使いますか。じゃあ定例会見始めます。今日はちょっと大きなテーマが2つございますので、ディスプレイを使いながら、お話をいたします。でちょっとこのマイクもこちらを使います。まず最初のテーマですけど、国家戦略特区タスクフォースによる提案について、お話を申し上げます。国家戦略特区につきましては、この3週間タスクフォースで検討を重ねてまいりましたが、この度東京発グローバルイノベーション特区という形で、本日取りまとめをいたしました。でこれは国家戦略特区の議論が始まりましたときに、政府のアイデア募集に対しまして、昨年9月に都が提案しました内容を私の方に直接総理からの要請がございましたので、それを受けて見直したものでございます。この新しい提案書は先ほど総理官邸の方にもお届けしたところであります。今回の提案では特区制度の活用によりまして、世界に開かれたグローバルビジネス都市東京の創造を目指しまして、国際的ビジネス環境の整備、医療創薬イノベーションの拠点形成、おもてなしの国際都市づくり、この3つのテーマで10棟のプロジェクトに取り組んでまいります。本日はですね、今そこに10個並んでますけども、その中から6つのプロジェクトについてご紹介したいと思います。まず最初のですね、スピーディーな法人設立支援プロジェクトであります。この提案は外国企業が早く簡単に業を起こすですね、できる環境を作るものであります。で、世界銀行がビジネスのしやすさランキングというものを出しておりますけど、残念ながら日本は企業の分野で120位と大きく低迷をしております。で、これはなぜかというと、事業を始められるようになるまでによその国に比べて約2倍も日数がかかると、そこに書いてあるように、そういうことが問題でありますので、そこで法人設立に関わるワンストップ窓口を創設すると、それから英語でも申請を受け付けると、それから在留資格取得手続きの簡素化、こういうのを行いまして、その悪名高い期間がかかるという法人設立までの期間を短縮すると、これによりまして、企業に必要な期間を3日間で完了しているシンガポールや香港並みにしていきたいと、そういうふうに思っております。これでシンガポール、香港と戦えるということです。次に国際標準のビジネス空間づくりプロジェクトであります。この提案は容積率の緩和など都市計画制度を柔軟に運用して、東京の街並みを外国企業が活動しやすいビジネス空間へと改造するものであります。で、複数の民間開発プロジェクトに対して容積率を緩和することで公共施設整備への協力を促し、エリア全体をリニューアルしてまいります。例えば虎ノ門エリアにおきまして、日比谷線新駅やバスターミナル、地下通路などの公共施設の整備を民間の力を使って周辺開発と一体的に進めてまいります。同様に大手町、丸の内、有楽町の大丸 U ですね、地区、竹芝地区、品川駅周辺、それから六本木虎ノ門地区、さらに次は渋谷ですね、渋谷駅周辺、さらに新宿駅周辺といった地域でも民間主体の都市開発プロジェクトを誘導してまいりたいと思っております。次のプロジェクトですけれども、薬を作る創薬のメッカを作りたいと思っております。この提案は東京創薬ビジネスのメッカとするための第一歩となるものでございます。で、日本には薬を開発するために多くの優れた基礎研究が行われている一方で、製品化までのハードルが高くて時間がかかると、本当にこう時間がかかると言われております。
で、そこで日本橋に創薬ビジネスの拠点を整備し、プロの目利きによりまして薬のシーズ、種を発掘選定し、短期間で効率的に製品化が可能なようにしたいと思っております。また治験にかかる時間を短縮するために高度先進医療を行う病院をネットワーク化しまして、治験を共同で行うと。そしてこうした取り組みに参画する病院について、病床数の規制の適用除外を国に対して求めていきたいと思います。こういうプロジェクト、私自身が厚生労働大臣をやってまして、国の規制が何であるかというのはよく分かっておりますので、逆に都知事の立場で国に要求しやすいという面があると思います。次のプロジェクト参ります。これも医療関係ですけれども、東京都版の PMDA プロジェクトで、PMDA っていうのは、これは薬の審査機関であります。で、私が厚労大臣の時にこれを単なる厚生労働省の天下り先のような形になってたのを完全に人を入れ替えて、かなり今よくするところまで行っておりますけれども、まあ、東京版の PMDA を作るということはですね、ジェネリック後発医薬品ですね、ジェネリック医薬品が保険適用と保険適用可能となるまでとなるような製品になるまでに時間かかっちゃうんですけど、この期間の大幅に短縮しようということであります。先ほど申し上げました、私は相当改革のメスを大臣の時に入れたんですけど、国の審査機関であります PMDA のが行うジェネリック医薬品の承認審査は大体16ヶ月から22ヶ月かかります。で、この審査業務について東京都にはすでに審査実績がある機関がございます。これに権限を付与させてもらえば、16ヶ月から22ヶ月を最短6ヶ月で可能になると。で、これによってジェネリック医薬品の普及が促進されるということですから、国民の健康のために非常によろしいと。それから PMDA の負担も軽減されるということで、新しい薬を作るのにスピードアップされて、みんなこれ、その便益を享受できるということであります。続きまして、東京シャンゼリゼプロジェクトについて申し上げます。この提案は道路占用基準の緩和によりまして、国際都市東京にふさわしい都市空間を創出しようというものであります。具体的にはエリアマネジメント団体が道路占用物を活用して得る利益を道路の美化など管理に還元してもらうことによりまして、低コストでにぎわいの空間を創出していきたいというふうに思っております。で、今回はこうした団体を公的活動主体と位置づけて、団体への寄付金控除等の税制優遇を認めるように国に提案しております。これによりまして、美しさと風格を備えた街並みににぎわいを誘導して、東京の道路空間を魅力的に変身させていきたいと思っております。で、このプロジェクトの第1号として、明日開通します環状2号線新橋虎ノ門地区を予定しております。今ずっと江戸木でやった通りで、素晴らしい街並みに変わることを期待しております。で、次のプロジェクト、これは外国人向けの安心医療教育提供プロジェクトであります。この提案はグローバルな医療環境や教育環境を整備するものであります。特に医療につきましては、外国人医療スタッフが自由診療で外国人患者専用に診療する施設や診療科を想定しております。この際に外国人医療スタッフにつきましては、自国の医師免許等を有していれば医療行為を容認し、外国人専用病床は基準病床数の適用から除外するということを提案しております。また同様の場合に、株式会社による病院設立も容認して、メディカルツーリズムを対応できるように提案をしております。まあ、以上まとめますと、今回説明しました内容は民間事業者からのヒアリングの際にいただいた提案も含めまして、この前ずっとやったのを皆さんも全部公開してやりましたから聞いてると思いますけれども、そういう提案も含めて国家戦略特策法において取りまとめたものでございます。提案書全体では、昨年9月に提案していました規制緩和のメニューに対しておよそ2倍の追加提案をしております。時間の制約がある中で、今回の提案ではヒアリングした民間事業者の提案も一部生かすことができたと思っております。今後ともさまざまな民間の事業者からの意見を聞いて、特区の取り組みをさらに充実させていきたいと思っております。これによりまして、世界中から
資金、人材、企業を東京に集めまして、世界に開かれたグローバルビジネス都市へと東京を改造していきたいと思っております。で、時間の制約ありますから、私の方から簡単に骨子をお話しいたしましたけれども、まず私の方からの説明を終わりまして、あとは細かい点につきましては、知事法務局に聞いていただければと思っております。それで今回他の案件もありますので、まずですね、今お話しました特区の東京都の提案につきまして、ちょっと集中的にお話をして、次のテーマに移りたいと思いますんで、まずこの特区につきましてのご質問をお受けします。どうぞ。はい。所属言ってくださいね。はい。日本経済新聞の細川と申します、はい、これまでのですね、はい、都のアジアヘッドクォーター特区では主にその外国企業の集積というのに軸足を置いてきたかと思うんですが、今回の提案ではそれ以外に医療産業の振興だとか、それからベンチャー企業の支援などを盛り込んでいますが、改めてその狙い、幅を広げた理由について教えていただけますでしょうか。まずですね、私たちの大きな目標は東京を世界一の都市にすると、特に2020年のオリンピック・パラリンピックを一つの中間地点としてというのがございますけれども、経済を世界一にするということも大きな目標であるわけです。じゃあ、どうすれば経済活性化できるかっていうときに、もちろん優秀な外国の企業の皆さん、優秀な外国の人材が来る、でその時に邪魔になるものを規制緩和して取り除いていくという観点もありますけれども、富を生み出す、そして日本が稼ぐと、東京が稼ぐということがないといけないんで、そういう大きな視点で、東京全体の経済を活性化する、そしてそれがさらに新しいリーディング産業を日本に根付かせることによって、日本経済全体を活性化させると。そういう狙いがあるもんですから、まだこれからどんどん新しいアイデアが出てくると思いますけども、そこにありますように医療創薬イノベーションということも含めてやってるわけなんで、ある意味で東京発グローバルイノベーション特区っていうのは東京を世界一の街にするための一つの手段にしか過ぎないと思っていますから、いろんな他の手を使ってやるんですけども、たまたま昨年法律が12月に通りまして、この国家戦略特区が法的に整備されましたんで、指定を受けるべく提案をすると、で最終的な決定は今晩内閣の方で行われると、そういうことです。よろしいでしょうか。はい。どうぞ。はい。新しいリーディング産業をということだったんですが、ちょっと先ほどと重複してしまうかもしれませんが、この10個のプロジェクトのうち、2つが医薬品の関係、効率化とかですね、医薬品の関係になったというのは、なんか思い入れとか、単に今おっしゃったようなそのリーディング産業をということなんですか。実を言うと、思い入れというよりも、創薬をどうするかは、実は私は厚生労働大臣のときに、厚労大臣、経産大臣、文科大臣、科学技術大臣、消費者担当大臣、4大臣集めて、あと日本にいる内外の製薬会社を集めて、官民対話を始めることによって、いろんな問題を解決しようということをやりました。そういうことがきっかけにあります。しかし、例えばシンガポール見ても分かりますけれども、空港でいうとですね、成田じゃなくて、韓国のインチョンがハブ空港になってしまっている、同じように、これだけ優秀な製薬企業が日本企業にありながら、シンガポールがメッカになってしまっている、なぜ東京に持ってこれないんですか、ちょうどなぜ成田がハブにならないのかと、同じなんで、そういう意味合いも含めてますし、それから要するに、投資した金額に比べて、上がる利益の比率が薬ってものすごく大きいわけです。で、そういうバイオテクノロジー、最近さまざまな細胞の分野でちょっといろんな問題が起こっていることもありますけれども、一生懸命日本が新しいバイオテクノロジーをやってますんで、そういう意味でも
これからの成長産業だということはあります。それと難病の人たちを救う、それから都民の健康、国民の健康を守るために、せっかくいい薬が開発されたのに、ドラッグラグって言いますけれども、私が大臣だったときに、アメリカが1年半で承認できるのに、日本は4年半かかる。で、今、どん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 縮めるように、そのために PMDA を改革したんですけれども、さらに、このジェネリック医薬品を含めて一部分を東京がやることによってさらに進んだ形で持っていけるということなんで、まあ他の分野もこれからやりますけども、国に対して要求する、で国の規制がどうなっててどこを突破すればこの実現できるか、実現できなきゃ話にならないんで、そうすると私は国の立場でやってましたから、敵の土俵全部知ってますから、言葉は悪いですけど、相手の土俵、そういう意味で一番実現可能性が高いということで、フィジビリティっていうんでこれ挙げましたけど、もちろんこれだけじゃありません。あと、はい、どうぞ。本間です。はい、政府がですね、正式に、エリア指定する見通しになりましたけども、改めて、期待というか所見をお伺いしたいのと、あと、規制緩和への壁は高いように思うんですけれども、それについてですね、今後どのような姿勢で協議していくかお聞かせください。最終的には政府の決定を待たないといけませんけれども、まずその東京だけではなくて、横浜であっても川崎であっても、県でいうと神奈川であっても千葉であっても埼玉であっても、そのこのエリア全体が良くならないといけません。だから創薬だと、例えば川崎市も大田区もありますね、それから日本橋っていうこともあるんで、もうそういう東京だけとか神奈川がやるのはうちは嫌だっていうのはそんな感じではありません。ですから神奈川県の黒岩知事、埼玉県の上田知事、千葉県の森田知事ともこの4人で連携を組みながら、いろんなことを協力してやる中に特区構想も入ってます。そしてもちろんオリンピック・パラリンピックの成功も入ってます。で、先般申し上げた成田空港と羽田空港の話も、これは千葉県知事と話をしないといけないと。で、そういうことで我々はぜひ指定してもらいたいということで、ここまでの提案やりましたから、どうぞ指定してくださいということで、今日午後官邸に改めてこの提案を持っていって お願いしていると。で、今日の夜になると思いますけど、指定されることを期待しております。そしてそれがやはり霞が関の省庁の壁ということで、なかなか規制緩和ができない。で、本来はこれは総理のリーダーシップで各省庁の壁を打ち破らないといけない、官邸がやらないといけないですけども、いいことであれば東京都としても一緒に共同戦線を組んでやっていくということで、特にその6番目の東京都版 PMDA の創設というようなことは、具体的にこれはですね、東京都健康安全研究センター、ここが東京都健康安全研究センターが具体的に仕事がやれますから、提案できるということで、着実に東京を良くする、そして東京が牽引力となって日本を変えていくと、そういう歩みをやっていきたいという抱負を持っております。あとよろしい、はい、東京ネクステレビの朝倉と申します。その東京版 PMDA の件でお伺いしたいんですが、22ヶ月で国が行っていた審査というのを、党ならば6ヶ月でできると、普通に考えると国ってそんなに遅いのかっていうことになるんですが、一方でその安全性というのが本当に担保されるのかっていうところもあるんですが、その辺どういうふうに担保されるのか、その厚労省の経験から。それは細かいのはまた担当部局にでも聞いていただきたいんですけども、先ほど申し上げましたこの東京都安全研究センターでそれまでの実績が積んであります。そういう意味で知見含めて極めて早くで、ジェネリックについて特にそれがやれるっていうのは、要するに新薬じゃないわけですよ。新薬ならば治験を含めて大変なんですけど、ジェネリックって古い薬で後発医薬品なんで、そういう意味で過去の実績があって、今までも一部分はやっていたということの実績を踏まえてですから、安全性も問題ないし、厚生労働大臣経験者として見てこれならやれると
ということなんで、具体的にそこのセンターを使うということまで決まっておりますんで、で、当然、元厚生労働大臣ですから、厚生労働省との話もきちんとできると思ってます。安全性について問題ありません。はい。経済新聞の立野です。はい、今回この提案に向けてですね、先ほどした3週間という極めて短い時間で、しかも理解もある中で、その都庁タスクフォースという形で、その都庁横断的に、その総力というか知恵を絞ったという面があると思うんですけども、はい、それで、これだけの提案が出てきたと、その作業の過程というか、その自己評価というかですね、その都庁、知事就任でその情報共有徹底するとかいろいろおっしゃってますけども、そういう面での手応えとかですね、その評価をお聞かせいただけますでしょうか。私たちは相当みんな、これまでの職員も自分の仕事に誇りを持っておりますから、自分たちが今までやってきたこと、これをその花開かせるんだと、そういう気持ちで頑張ってくれました。それで、職員によっては中央官庁から出向しているものもいれば、そういう意味で中央官庁との、私も含めて、もともと国政の場で大臣やった人間ですから、いろんな国のパイプ、官邸とのパイプもありますし、特に厚生労働省については よく知ってますから、そういうことも生かしながら、徹底的に議論をしました。そしてやっぱり、井の中の蛙じゃダメなんで、ディベロッパーの方々、時間短かったですけど、できるだけ多くの民間業者を呼んで、聞き取りやった。そして私も含めて、ああいう公開でやる時間がなくても、もう電話ででも、それから直接お会いしても、ここどうなんですかっていうのを細かく民間のニーズも聞いてまいりました。で、そういう中で、しかし、法律があって、その法律の枠内でやるにはどうすればいいかって、まず考えざるを得ない。で、どうしてもこの法律が邪魔なら、それは国会の場で変えてもらおうというところに行くんですけど、今回そこまで行かないんで、法律の枠内でやれることで最大限やったと思うんです。で、具体的に言うと、10番のさっき言った外国人向けの安心医療っていうのは、これはだから、全部外国人に特定して集中的にやったからできることで、日本人の患者とか、混ざっちゃうとできない面がいっぱいあるんです。で、それは今後の課題ですけれども、まあ、いずれにしても、これまで職員が培ってきた仕事のこの結果というものを最大限引き出して、ここまでやれるんだということをやったと思いますんで、あとは国が答えてくれる。そして、まあ、それにつきますね。それで理不尽なことを言ってくれば、それはちょっと無理ですよっていうことは、それは当然申し上げるんで、まあ、これから議論が始まるんで、今日で終わりじゃありません。うまく指定されれば、これからどん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 これが10になり、20になりとやっていくと思いますんで、まあ、今おっしゃってくださったように、短期間で、しかも議会中で、みんなの負担も相当重くなりましたけども、要するに、知事と職員が力合わせればここまでできるんだっていうことを、ちゃんと示せたと思って大変誇りに思ってます。はい。毎日新聞の清水です。はい。この提案は、まあ、提案した上でですね、この規制緩和が認められなかったら、まあ、絵に描いた餅になってしまうわけで、その点こういう内容であれば、ある程度、認められるんではないかという、そういうような、例えば政府側からのサジェッションなりですね、あとは、都からの打診なり、そういったものは今まではあったんでしょうか、それともまるっきり都の方からゼロから全部示しているものなんでしょうか。昨年の9月来、事務的にもそういう作業を続けてきておりますし、それからもうしょっちゅう、1日に1回ぐらい、極端に言うと、官房長官と私と電話で話をしながら、こういうことをやるからどうだと。で、向こうも国もこういうことを考えているということを、まあ、官房長官というのは事実上総理の意を受けて官房長官と私とでやってるんで、それを事務方に落としてます。で、事務方も私はこう思うけど官邸こう思う、じゃあ事務方で議論しなさい、ものすごい頻度で官邸と都庁の職員との間でのキャッチボールがあってありますから、今清水さんおっしゃったことについて言うと、実現可能であるからやって、
要するに例えばですよ、国の法律がこうなってるっていうのは知らないで提案したって絶対可能じゃないんですよ。で、誰よりも先に都庁の職員より私がそれに気づいたテーマもあります。国政の場にいましたから。で、逆に都庁の職員の方が、いや知事そういうこと言うけどこういう法律あるんですよって、それはまさに職員と一緒に共同作業をやったからできるし、官邸とも実は共同作業をこれまで積み重ねているんでほとんどできると思ってます。はい、はい、東京都版 PMDA なんですけれども、はい、PMDA は、まあ、薬の、その審査という部分だけでなくてですね、はい、例えば、流通している薬の安全性のチェックですとか、そういったブレーキの部分も担っていると思うんです。何の部分、ブレーキの部分も、でこの東京都版 PMDA というのはその薬の承認というどちらかといえばアクセルの部分だけを担うのか、それともその、流通後の安全性チェック等の部分までやろうというお考えなんでしょうか。もう分かっててご質問なさってるんだと思いますけども、製品化する過程において、製品化するってことは要するにチェックしてやらないといけないんで、特に新薬の場合そうですね、治験をやってるっていうのはそうですから、だから同時に両方足をブレーキとアクセルの上を踏んでやってるということなんで、それは全く変わりません。ただ後発医薬品ジェネリックについてやるっていう点で、逆に言うとジェネリックっていうのは安全性について一応終わってる話ですから、むしろそこから入ってくるのが優しいという、そういう位置づけです。はい、よろしいですか。はい、文化放送の高橋民夫です。今シャンゼリゼ通りの計画とかですね、まあ、一つ具体的に言いますと、そうすると東京都民の皆さんたちの、うん、協力というものもここに存在は十分必要だと思うんですね。民間とか企業とはこうやって協力体制を組んでいくわけなんですが、その都民の皆さんたちは町の、例えば町の中で明日の道路をですね、開通したりします。そこを道路を新しく開通したり、いい環境を作っていくためには、うん、そこに住んでらした方たちのやっぱり住まいというものもですね、時代とともにそれを新しく作っていくためには協力を得なければいけないこともあり得る、うん、そうすると都民の皆さんたちにこの計画を実行に移すためにはこういう協力もやっぱりいただかなければいけないんですよというような、やっぱりご努力もされておら行かれるわけですね。具体的、それも当然なんです。で、具体的なことを言うと、この明日開通するところでぜひご覧になっていただきたいんですけど、いわゆる真っ赤さ道路環状2号線下を通りますね。その上の開発を今からやると、これ何枚かちょっと変えてもらえるかね、ディスプレイ。そうすると最終的にはそうなるんですが、いやいや、ディスプレイの8の部分のとプロジェクト8の部分をのそれ立てちょっとストップ、今でストップしてください。その次、これ止まらないのか。こっちありますね。明日開通するのこういうふうになってるわけです。で、まずその前提として再開発事業ですから住んでる人の問題は片付いてます。つまり外に出る人は出てる。で、再開発のビルの中住む人は住んでるんで。地権者が全部 OK して初めて動く話ですから、そこの部分は解決してます。ただ問題はこういうふうにやるときに、むしろ都民がこうあるときに、例えばせっかくここでオープンカフェのようなものをやるのに酔っ払って狼藉をやるような人がいたらぶち壊しになりますね。パリのシャンゼリゼでそういうことをやってる人いませんですから、都民のモラルもしっかりやってもらわないといけない。そして規制について言うと、警察や消防そういうこととの間ともきちんとなってますんで、今おっしゃるように自分の住む町、自分がその散歩する町、自分が楽しむ町ですから、みんなで協力してよくやらないといけないんで、もうどんどんゴミを好きなように捨てるっていうことであってはいけないんで、せめてゴミの始末ぐらいやりましょうよということだと思います。で、また今のようなご意見もまた皆さんからいただきながらさらに良くしていきたいっていうんで、明日の段階でこうですけど、2年経ったらこういう素晴らしい場所にしたいと。でもシャンゼリゼになるように、そしてゆくゆくはオリンピックの会場まで行くわけですから、これは本当にオリンピック道路的につながるということを期待しています。はい、この点はもうよろしいですか。はい、じゃあこれは最後にします。このテーマについて。はい、どうぞ。
フリーの横田はじめですけれども、はい、PMDA 改革が必要だというのは、現役の医師の方からも聞いててですね、まあ、デバイスラグだけじゃなくてドラッグラグも引き起こしていると。で、内外価格差が非常に大きくて、ペースメーカーなんかは台湾の日本は4倍ぐらいして、このままだとですね、メディカルツーリズムが絵に描いた餅になると、わざわざ4倍もするペースメーカーを付けにですね、日本に来るはずがないという声も聞いているんですが、内外価格差が解消される見通しはあるんでしょうか。 PMDA 改革も同時にもっと進めないと、絵に描いた餅になるんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。今のは逆だったと思うんで、薬の方じゃなくて今医療機器の方をおっしゃったと思うんですね、はい、だからデバイスの医療機器の、これね、なかなか私も今おっしゃったことをメーカーに言うんですけども、薬だと大量に売れるから開発のコストが取れるわけですよ。ところが本当に何人かの難病の方々のためだけっていうのは、もう採算取れないってなかなかやれない。だからそこは、しかしそう言わずに輸出して世界中の困ってる方にやればいいでしょうっていうことでやってるんですけど、とりあえずはね、一番大事なのは命を救うってことがまずありますから、アメリカで使ってて、その医療機器で本当にそのかわいそうな子どもたちいるんですよ。それ私が輸入 OK して保険適用したために、もうみんな命助かったって、こんな小さな子どもが喜んでくれたのは本当に嬉しく思ったんで、まず輸入品が簡単に入れるようにして承認をする。その上で日本のメーカーさんにも頑張ってもらう。そうするとですね、先ほどその創薬のメッカ形成プロジェクトって、これ東京がメッカになれば、そういうところに世界中の知恵やノウハウが集まって、別に日本の企業、創薬の対話をやった時も、日本の企業じゃなくてもどこの医療メーカーでも医療機器メーカーでも構わないから、東京に来なければそういう商売できないぐらいにしてしまう、羽生空港と同じで。そうすることによった方が解決早いような気もしてるもんですから、おっしゃる通りだと思います。それはまた頑張っていきたいと思います。はい、じゃあちょっといろんなのありますね。次のテーマに移らさせていただきます。ちょっとディスプレイの準備をしてください。次はですね、伊豆大島における今後の土砂災害対策についてお話申し上げます。私も最近2回ほど視察参りましたけど、昨年10月台風26号によりまして、伊豆大島で大規模な土砂災害が発生したことを受けまして、都では学識経験者や国町などで構成する伊豆大島土砂災害対策検討委員会を設置しまして、元町地区を中心とした土砂災害対策について検討を行ってまいりましたので、この度その検討結果について報告がありましたので、ディスプレイで皆さんにお示ししたいと思います。はじめにですね、今回の土砂災害では強い雨が短時間に集中して、特に上のその大金沢上流の急斜面が、これが大規模に崩落したと。また斜面の崩壊によりまして発生した大量の土砂や流木が低い尾根を乗り越えて流下して、流れ落ちてですね、この市街地に大きな神田地区、大きな被害を与えたわけであります。これらの状況を踏まえた上で、整備を優先整備箇所を整理した上で、実施時期を3つに区分して、段階的に対策を実施すべきだと報告書はしております。で、まず第一段階、とりあえず応急対策をやらないといけません。で、斜面に残る不安定な土砂に対する安全性を緊急に確保するために、堆積高のかさ上げ、これですね、この本当にこの堆積高、まあ、砂防ダムという言い方も、私、砂防ダムという言葉を思えたら堆積高というんですけど、ここで土砂を埋めたおかげで、他のところ大丈夫で、これを乗り越えたところがダメだったんで、これの傘を上げる、それから仮設導流堤の整備などを行う。で、流れる道をですね、こういう他のところにも行けるような導流堤を、の整備などを行って、もうすでにこれ着手しておりますけど、今年の梅雨までには完了したいと思っております。完了させます。で、次に2段階の今の応急対策、短期対策としまして、既存の砂防施設がない神田地区上部ですね、ここです、神田地区上部において、急斜面に残る土砂の崩壊や緩やかな斜面の新たな浸食に対する安全性を確保するため、斜面対策工事とか導流堤などの整備を3カ年で、
ここで止めない、止めることによって流れがさっき言ったように止まりますから、こういうことをやっていくということで、斜面対策をやってワイヤーロープをでロックボルトによってこれが流れ落ちないようにするということであります。で次に中期的な第3段階の中長期の対策としましては、火山灰など今後堆積する土砂に対しても安全性を確保するために砂防堰堤の整備や斜面対策工事などを大金沢を全体でこれ全体でやっていくということで、とにかく今まで過去にないだけの大雨が集中的に降っちゃいましたんで、歴史上初めてぐらいの、それで全部根こそぎ火山灰の上のところがやられちゃったということです。でこれらのハード対策の整備には一定の時間を要することからですね、土砂災害に対して警戒すべき区域の地定など地域指定をこういうソフト対策も早急に実施すべきだと報告書は言っております。で今後都ではこの報告に基づきまして大島町と調整して速やかに対策に着手するとともに、町の復興計画策定を支援して復興に向けた対策を加速化させたいと思います。で私はエンジニアじゃないんでこれ以上の細かいことが説明できませんから、詳細な技術的なことは、建設局の方に尋ねていただきたいと思います。2番目のこの大きなテーマであります大島における土砂災害対策の報告書についてご説明申し上げました。まずこの点についてご意見あればいただいた上で、あと残り時間は他の質問に参りたいと思いますが、土砂対策、まあ感想を言うと本当に2回参りましたけど、この直近でももう大変な状況で、こういう砂防堰堤がこれほど有効だったのかなっていうのを思いましたです。そしてその特に流木でせき止められてこの辺の元町のところがそれダーッと来てこうもう一気に流れ落ちたということで、ああいう何人もの方が亡くなるという悲劇が起こったわけです。この点はよろしくございますか。あと細かい技術的なことを聞いていただいて、大島町と協力しながら都として全力を挙げて復興復旧をやりたいと思っております。じゃあ残された時間がわずかになりましたけれども、このあとちょっと中国大使がお見えになるものですから、皆さん方にもまたその取材もあると思いますが、はい、東京新聞永山です、はい。今その中国大使この後お会いになりますけど、そのことを伺いたいと思います。青島知事以来だと伺いました中国大使が。ああ、そうですか。それでその久々なんですけれども、実現するに至った経緯と、まあ、お会いするにあたってアジネットの北京 の再加盟を知事求められてましたけども、その辺を要望されるかどうか含めてちょっと伺います。はい、私は昨日香港の経済団体の方々が来られた時にも申し上げましたけども、今の中国、これ台湾も含めてなんですけども、建国の父であります孫文の研究をやっておりましたんで、そういう関係で中国の書籍もたくさん読むし、中国の歴史もよく勉強してきたんで、それから大学について言うと、ちょうど3年前の 3.11 の日は上海の復旦大学で授業をやって、孫文と日中関係という話をしてました。それから昨年になりますか、その後は北京の清華大学で、その1年後ぐらい同じような日中関係や孫文について話をして、で台湾の台湾国立大学でも同じような授業をやってきたんで、まあ学者の仲間も昔からたくさんいるし、台北も北京も上海も、つまり中華民国も中華人民共和国もいろんな方々を知っておりますし、今の丁英華さんともよく存じ上げております。それで知事になって、やっぱりこの都市外交をしっかりやらないといけない。でそういう意味で北京について言うと、北京オリンピックをやった町ですから、ぜひその教訓含めて教えていただきたい。特にそのバーズネットっていう、鳥の巣っていう建物が後利用がうまくなっていってないという例だというのを聞いてるんで、まあ、そのことを聞く。それから PM2.5、
今私も花粉症で悩んでるんで、これに PM2.5 をこらえたらもっと悪くなるなと思ってるんで、そういう環境保全対策も一緒にやれるし、社会保障の協力もやれるんで外交やその安全保障っていうのは国の戦艦事項でありますけれども、都市は都市でできることがあるんで、北京市と東京、これ姉妹友好都市、この関係をさらに進めたいというふうに思っております。でそれにあたりましては、中国大使のご協力もいろんな連絡なんかで仰がないといけないということでありまして、定価大使はつい先般まで全人代に参加なさってたんで、今日まで帰ってこられたばかりで、今日まで遅れました。で今申し上げた北京と東京との友好関係をさらに進めるという中で、アジネットから北京が脱退しているというのは極めて私は残念だと思うので、これはぜひ帰ってきてもらいたい。帰ってくるにあたってはどういうような政治、その事務的政治的な問題を解決しないといけないかということも、それは虚心大会に、今日時間限られてますけど話ができればと思っています。知事の方からその大使の方に何か何らかのルートで都庁の方にお見えになってくださいみたいな要望されたんでしょうか。いや、もうまずですね、知事はじめ中国の要人から当選おめでとうっていう電報や何か来て、でぜひ近いうちに表敬訪問したいと。これはもうたくさんの大使館から来る中に中国の大使も当然入ってましたと、そういうことです。はい、どうぞ。はい、東京オリンピックについて伺いたいんですが、はい、全体計画の大きな柱の中に自然との共生というのを掲げていらっしゃいますよね、はい、ただその今出されている施設の候補地の中のちょっと細かくて申し訳ないんですが、葛西臨海公園というところがあると思うんですが、例えばそういったところというのは明らかにこう生態系に影響を及ぼす可能性があるという、そういった場所に関しては今後のアセスメントの中で例えば場所を見直していくみたいなことというのは考えていらっしゃいますか。そのことも含めまして、今日なんとか予算が通りましたから、よく見てよくいろんな方の意見も聞いた上で、自分でちょっとよく見てどうだろうかという上で判断をしたいと思いますから、基本的には IOC とこの東京ないし日本国との間で、決めてるルールがあって、それが変えられるかどうかとかいろんな難しい問題もあると思います。そういうことも含めて、しかしまだ時間がありますんで、いろんな可能性は今おっしゃったことも含めて探っていきたいと思ってます。ちょっと細かくて申し訳ないんですけど、私も今日ちょっと番組の取材でそこに行ってきたんですが、同じく都の所有、その葛西臨海公園の隣に大きな駐車場があって、でそこにその予定していらっしゃるそのカヌーの施設というのはそのままそっくり入るぐらいの余裕がある場所があるんですが、そういったその代替地があるのであればそこへこう移動するみたいな選択肢っていうのももちろんあるということ。そのことも含めて今日で議会が終わりましたから、明日からっていうか4月になって精力的に考えていきたいと思ってます。その可能性も含めて、いろんな可能性を探ってみたいと思います。で、4月の2日に調整委員長、つまり東京オリンピック担当の IOC の副委員長でジョン・コーツさんがもうあと数日で参りますから、そこで、もうコーツさんといろんなそういう話を IOC 側からもいろんな意見があると思いますので、そういうことを積み重ねた上でですね、あともちろん森さんがトップをやってる組織委員会があります。先般理事会開かれた、こういう方々が全体どうするかって話があって、私たちは東京都として主催都市としていろんなハードソフトを整備しないといけないんで、そういう関係機関とも議論をし、 IOC とも議論をしながら一番いい方向を探っていきたいと思ってます。はい、読売新聞の議会お疲れ様でした、はい、でまさにその議会のですね、ちょっと、抽象的な質問になっちゃうんですけど、終えてみての感想をまずお聞きしたいのと、ええ、あと、かねてからの4月になったら現場に行かれるとおっしゃっていて、具体的に優先順位をつけていく作業に入っていくと思うんですけども、どこからまず見ていきたいのかっていうあたりの話をお聞かせください。はい、もう議会は本当に無理で異常な状況でやって、本来はこういうその予算を通すような議会っていうのは、何ヶ月か仕事をして自分の手で予算を組んで
やるべきでしたけども、まあ、暫定それから補正という短期間でやったんで、まあ、私自身も十分な対応できなかったと思いますけども、まあ、職員も一生懸命頑張って、知事をサポートしてくれましたんで、そういうことで、また真摯な議論、各党の皆さん方が、議論していただいたんで、私は充実した審議ができたというふうに思ってますんで、さまざまな意見を今後とも都政に反映させていきたいと。で、選挙の時も各地を回ったんで、現場ずっと見てきて、相当いろんなことも勉強しました。しかしまたこの議会での審議を通じて、あ、立川ってまだこういう問題があったんだなと、で、江東区どうだったんだなと、野党の方々の目から見たらこう見えてんだなと、そういうことも含めてありましたので、今後の都政に十分生かしていけるということを思いましたし、それでやっぱり、16万人以上いる都庁の職員としっかりスクラムを組んでやればですね、短期間でも大きな仕事ができると、この前のタスクフォースもそうですかね、そういう思いでありますから、今後とも都民のための仕事ができるという感想をいただきました。それから、まずその本当に体がいくつかあればいろんなところ全部見て回りたいというのはあるんですけども、優先順位つけないといけないんですんで、やっぱり防災っていうのを感じますんで、防災で、そういうところから見ていく、それから先ほどご質問あったね、オリンピックの施設もこれは IOC の委員が来られた時に一緒に見るとか、そういうこともやってみたいと思います。で、多摩地域もありますから、多摩も見る、23区も見るということで、できるだけ精力的に動いていきたいと思います。まあ、とりあえずはまずは防災の方から始めたいなというのは私の感想ですが、今事務方に投げて、予定を組ましてます。はい、あと、じゃあどうぞ。フジテレビ等ですけれども、質問2点あります、はい、シャンゼリーゼ通りって先ほどおっしゃってますシントラ通りですけれども、あそこいずれ歩行者天国にする考えはあるのかということと、あともう一個は環状2号線を東京都にとって今後どのような役割、どういうことを、期待してますかということですね。このはい、まず最初の質問は、要するに歩行者天国しなくても両サイド その通りが歩行者天国的な役割を持ってますんで、それでいいと思いますが、これはまたあと2年かけていろいろ検討したいと。それからとりあえずはですね、その2006年のオリンピック、ずっとその上の地図でいうと上野からずっと有明のところまで一気につながりますから、まあ、私の感じだとあそこは新虎通りなんですけど、新橋虎ノ門、全体見たときにオリンピック道路みたいな感じなんで、私全体見て環状2号線っていうのはオリンピック道路と呼ぶのも一つかなと、そんな感じもしてます。それであとですね、大使がお見えになるんで、皆さんの移動もあるんで、あと5分ぐらいで終わりたいと思いますので、簡潔に、はい、どうぞ。はい、前の知事が5000万円の問題で辞めて、今日略式起訴されましたけれども、はい、それについて、ご所見は。もうそれは捜査当局がやってる話ですから、捜査当局の動きを、まあ、静かに見てるということで、私は都政を前に動かすことに全力を挙げたいと思ってます。はい、あとまだ発言してない方おられれば、いいですか。そしたらちょっと次の用意がありますんで、先ほど発言なさったんで、また毎週やりますから、そんなことでありがとうございました。じゃあちょっと中国大使、あと10分でお見えになりまして準備します。